痛いですか？痛いっていうよりもなんか詰められてる感じです。それ痛いって言うんですよ。こちらで、あ、なんか今来たよ。来ました、響きました。来ましたよ。ぬんってなった。ぬんっていきますね。倍ぐらい。ハリケデンからこんにちは、美容ハリケデン上田です。今日はファッションライバーのりなさんにお越しいただいてます。こんにちは。こんばんはですか、こんにちはですか、おはようございますですか。いつもはでもライブ配信が多いんですね。そうですね、だいたい夜。私はなんでいつもこんばんはっていう癖があるんですけど、でそれ終わった後に写真とか撮るんですね。そうなんです、ライブ終わって10時ぐらいから夜中の2時3時とかまで、たまにこうピヨピヨピヨって鳥さんがもう朝だよって。あ、ピヨピヨなんか鳴ったのかと。あ、ピヨピヨじゃないですけどね、コケごっこですか。いやいや違う、コケごっこ。そんなんじゃ背中もバキバキですよね。そうなんですよ、この間もライブやった時に腰痛すぎて、もう普通にこうやって腰を押さえながら腰痛とか言ってライブやったんですけど。大丈夫ですかってコメントなかった。めっちゃ来ました。リンさん無理しないで、膝も悪いでしょって。そうなんですよ、膝も悪い。おばあちゃんじゃない。本当におばあちゃんすぎて恥ずかしい。危ない。これでもメンテナンスしてそれなんですよね。そうなんですよ、本当によくマッサージ行ってるんですけど、なんか治んないですよね。元気になれます。元気になれます。こんなんからこんなんになれます。いやもう、うわー、キバキバスーパーマンみたいな、スーパーレイリーみたいな、これ違うか、それちゃうもんね。それちゃうちょいちょい差し込んでくるけど全部間違ってますね。すいません、知識が浅くて。いやいや、楽しいです。ということで、もみほぐしも大事なんですけど、同時に自律神経のケアとかもすると大事なので、実際にちょっと流すといいかなと思いますね。あんなこともこんなこともしたいと思います。それでは、ゴー。腰も背中もバキバキっていうことで、じゃあ手を合わせてもらって、どれぐらい硬いかとチェックしてみましょう。手を右ひねってみてください。手をですか。こういう感じですか。はい、45度くらいですね。え、これもっといくもんですか。ここまでいきますよ。え、はい、嘘でしょ。いや、行きますよ。反対はどうですか。マジですか。反対30度ぐらいですね。マジですか。だって普通のコースだけは行く。え、なんで行きますよ。なんでって。あと私、理解に苦しんでます。止まってるじゃない。いや、反対はどうですか。左が行かなすぎますよね。やばい。やばいっすね。え、嘘でしょ。背中かなり動いてる。何度動いたんだろう。嘘、私もっと行くと思ってました。全然行ってないですね。どうしよう。これ10円と1円で書いておきます。今まで見たのが一番悪いかもしれない。それ以外ですね、このイオン系っていうのがありますから、こういうグッズもですね、1日中貼っておきます。10円と1円だと、まあちょっと効きすぎたりとかするんで、1時間ぐらいですね。で、これは左向きに行かなかったんで、右足ですね。右足の新脈です。こうですね、外くるぶしの下に10円を貼ります。で、はい、左手の手ですね、ぐっと握って線が出る、こう後傾っていうところです、うん、はい、これでちょっとやってみましょうか。あ、さっきより目線が変わりました。はい、だいぶいいですね。でもし貼ってみてですね、逆のが効くパターンなんで、こっちの足に10円を貼って、反対側に足を貼ってみます。それで OK です。こっちに行きますね。うん。ああ。行きますね。本当だ。本来はこれです。腰反ってました。あれやったから柔らかいですよね。そうですね、ちょっと自信はあります。はい、いいですか。はい、どこまで行っていいんですか。行けるところまで。もうさすがですね、これは柔らかいですね。本当ですか。背中凝ってひねりの動きとかがちょっと硬くなっちゃってるんですよね。ということで、これをみたいと思います。
取ります。ではちょっと流していきます。はい、では流していきます。大丈夫ですか？大丈夫です。割と大丈夫ですね、うん、では腰流していきます、ね、痛かったりくださいね。はい、ちょっと横に行きます。これ大丈夫ですか？はい、ご商売です。ご商売これをご商売言った方は一人もいなかった睨んだ方いますけど痛くてなんか肉持ってかれてる感じ。はい、痛いですか？痛いっていうよりもなんか詰められてる感じです。それ痛いって言うんですよ。だってこれ結構吸ってますよ。やだやだ。でもウエスト区切れますよ。大丈夫です。女子の美に対する魂すごいですね。これはどうですか？大丈夫です。持ってかれて、肉持ってかれて。ああ、なんか区切れるんですよ、これ。こう脇大丈夫ですか？脇はなんかちょっとつねられてるな。ちょっとつねられてるな。うん、ちょっと何言ってか意味わかんないです。吸い玉のっけていきたいと思います。すごいですね。吸い玉ガールは長身ガールとも言ってますね。完全に長身ガールです。間違いますね。はい、長身ってやっぱ痛いもんなんですか？え、響く感じですね。ズン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 って。はい、皆さん大丈夫だと思います、長身は。本当ですか？はい、余裕な感じが。自信ないんですけど大丈夫ですかね？大丈夫です。ではこのまま5分お休みいただきます。はい、では5分経ちましたので背中取ってきます。あー、ちょっとやっぱりできれてない感じですよね。もうしっかり入れとんないかな。これはあれな感じでちょっとやってみたいと思います。それでは背中の針をしていきます。あ、そうでした、ちょっと思い出したんで僕の道具を持ってきますね。え、何ですか？内緒です。え、やだ、何見えないから言ってもらえですけど言ってしまいました。そっちか。え、何ですか？どっちですか？え、どっちですか？どっちですか？どちらさんですか？カチャカチャ UFO ですね。知恵の輪ですか？近い。こちらで、あ、ちょっと長すぎるんでこれは30センチやめときましょう。やだやだ、聞いてないんですけど。言ってないんです。こちらです。え、ちょっと針長いだけです。行くんですか？はい。3、2、1とかあります？じゃあ3、2、1。はい。大丈夫ですね。はい。なんか私今手術されてるみたいです。え？手術されてる感じですか？なんか縫われてる背中。はい。縫ってはないですけど。治療してます。なんかすごい入ってる気がするんですけど。入ってないですよ。ちょっと。あ、なんか今来たよ。来ました、響きました。来ましたよ。どの辺ですか？ぬーんってなった。ぬーんってやっぱり長身ガールズ、ね、年末の長身ガールズの特番には出れそうですね。紅白長身ガールズってことで赤しかいないじゃないかと。どんどん入ってきます。大丈夫ですか？ちょっと理解に苦しんでるんですけど、ずっと入ってってます？はい。え、どういうこと？まあ、そういうことです。え、はい、ここで、ここまで来ました。え、待って止まっちゃいました。え、気持ちいいでしょ？はい、結構ズーンっていう感じで、ヌーンって、なんか3回に1回ヌーンみたいな感じでした。わかんない。悪い方はこれが結構ヌーンなんですよ。え、そういうことですか？私よくないん
ない。良くないっていうか、なんていうんですかね、良くないですね。良くない方気持ちいいって言うんですよ。うんうんうん。だからモデルさんとかで全然普通な人がいるとあーとかっておっしゃるんですけど。響きがですね、やっぱり強いんで、ちょっときついっていう方が結構いらっしゃるんですけど、でも、うちの長身ガールズの皆さんはみんな、ああ、その辺、ああ、来たね、もうちょっと行けるよみたいな。ああ、逃げみたいな。そうですね、右とかないですけど、もうちょっとで当たりそう、来たみたいな。こういうこと言う方は誰か、分かった方はコメント欄に書いておいてください。過去の調子見動画を下がれば分かると思いますね。見てください、横、真横から行くとですね、うねうねしてますね、はい、大丈夫ですか、はい、やっぱ中心があるんですね。なんか理解が苦しんでる。理解しなくていいです、刺激を楽しんでください。これぐらいにしときますか、はい、こっちはこれぐらいにしときましょう。どうなってるんですか、私の背中ちゃんは。背中はこんな感じです。背中に針が生えてます。すごいです。全然見てないけどすごいんでしょうね。すごいです、これは。動画出来上がったら見てください。めっちゃ楽しみにしてます。すごいですよ、これ。もう皆さんのファンは多分ひっくり返ると思います。でもこれ効くんですよ、悪い人には。でもこれは非常に難しい技なんで、良いこと良い鍼灸師さん絶対やらないでください。ちなみにこの針は特注です。針を作る人も針師さんっていうんですね。おお、針師さん、伝統の300年続く針のメーカーに作っていただいて、江戸時代から続く。私はじゃあ江戸を感じてるんですね。そうです、今江戸です。ちなみに僕江戸時代も鍼灸師だったそうなんですよ。すごい。ああ、前世の時に使ってた針屋さんのを使ってるかもしれないですね。すごい。だから先生試し割ってるのが似合うんですね。サムライですか。はい、ありがとうございます。違うと思います。ティアンデイって言いそうです。ティアンデイですね。ということで7本ほどお休みいただきます。では腰の針取っていきます。皆さんの体が硬すぎるんで救急車が来ました。あ、やだ。では本日のメインイベント、長身抜きです。だうい。あー、結構入ってますね。ということはこの針はこれぐらいってところですね。はい、では抜きます。まだ出ます。お、まだ出ます。素晴らしい調子。あ、めっちゃ緩みましたよ。うん、よかった。ということで、20センチ。今日は40センチほど使いました。では動きをチェックしてみたいと思います。で、合わせてもらって、で、右ひねってます。で、いきますね。で、左。いきますね。倍ぐらい。倍ぐらい。倍って言った人も珍しいですね。倍ってどんだけ硬かったっ。普通80ぐらいいくんで、倍って言ったらね、160ですから。あ、そういうことか。倍もすごいですね。底辺の戦いすぎて。いやもうすごいですね。ちなみに反りはできてましたけど、もっと柔らかくなってちょっと久々つくかもしれないですね。いいですか。あ、本当だ。全然さっきに来ますね。すごい行きやすくなった。ということで、さすがにですね、うちは実は低刺激の針しかしてないので、ただこの長い針とか、まあ、こういう針がありますって紹介なので、まあ、基本はやらないですね。どうしてもやりたいっていう方は対応しますけど、基本的には本当に刺さないような針でやっていきますから、ね。でもちょっとあまりにも悪すぎたので、はい、ちょっとやりましたけど、はい。首肩とか背中バキバキな方ですね、悩んでる方ですね、針治療と水玉だったりとか、水玉オンリーとかありますが、基本的にうちはですね、鍼灸治療メインにやってますんで、それをやるとかなり良くなりますんでね、はい、根本治療とか浮いてきた凹凸をですね、さらに針取ったらむちゃむちゃ良くなるんで、
ぜひこういった施術を体験したいということですね。うちの家は横浜元町と銀座にありますので、概要欄のラインからお問い合わせいただければと思います。他にもですね、セルフケアの動画ですが、施術の動画を配信してますので、次の動画もご覧いただければと思います。ただ、皆さんはライバーで活躍されていますので、そこから飛んでいただければ、いろいろ皆さんの情報もわかると思いますので。一緒にライブしたいですね。一緒にライブですか。はい、ぜひよろしくお願いします。ということで、こういった情報もですね、LINE からお届けしますので、ぜひ LINE フォローしてない方はフォローしていただけたらと思います。はい、ということでここまでになります。チャンネル登録と高評価の方で応援よろしくお願いします。上田先生、この間は腰に長い針、見た後は本当にびっくりしたんですけど、でもあれのおかげなのか、あれと一緒に水玉もね、今回合わせてやっていただいたので、結構なんかこの、いつもマッサージじゃ取りきれない、この芯まで腰の痛みというか、なんか凝りというか、なんかこの疲労感がすごく解消されて、あと、仕事に行くのも、ちょっとこう、ルンルンしちゃうような動きやすさ、腰のね、軽さだったので、本当にありがとうございました。またぜひ、ついたまも、ちょっと調子今な、ちょっと一回見ちゃったからな、なんかちょっと次怖いなっていう気持ちは若干あるんですけど、また、よくしてください。ありがとうございました。ピヨピヨさんが鳴ったのかな。あ、ピヨピヨじゃないんですかね。コケごっこですか。いやいや、違う。コケごっこ。コケごっこ最近聞かないですよね。そうですね。はい。コケごっこ、小学校の時に今飼ってたの聞いたことある。はい。ピヨピヨね。ピヨピヨ鳴くぐらいまで、気づいたら明るくなってるみたいなね、実演とかをしてる。やばいですね、皆さんね。